称えられよ、サラエボは、ジャンリュック・ゴダール監督による1993年制作の短編ビデオ映画である。後にラジャンスセブンに所属することになる、写真家ロン・ハビブとマグナム・フォトに所属する、写真家リュック・ドライによる一枚の戦争写真をもとに、ヨーロッパにおける文明とボスニアにおける戦争等を、喚起する、わずか2分少々のビデオエッセイである。サラエボの歩道に付している、 女性を含む三人の市民と銃を持った三人の兵士。そのうちの一人は左手の指に火のついた紙巻きタバコを挟み、右手に持った銃の先で市民をつつき、右足で今にも蹴ろうとしているように見える。この一枚の写真の部分部分をつぶさにカメラのフレームで切り取り、ゴダールの声が分析を加えていく。サラエボには規則である文化があり、芸術である例外がある。 と語り始めるゴダールは、次にそれは、フローベールとドストエフスキー、ガーシュウィンとモーツァルト、セザンヌとフェルメール、アントニオーニとビゴであるという。このスタイルは、かつて、ジガベルトフ集団の最後の作品、ジェーンへの手紙で、ジェーンホンダの一枚の写真を記号論的に分析していったものと同様の手法である。1992年のボスニア・ヘルツェゴビナ、 紛争勃発へのゴダールの反応の迅速さが示されており、また同じヨーロッパの芸術家としての緊急生命的意味合いが強い。後のゴダール監督のアワーミュージックでもサラエボの問題を扱っている。本作は2006年6月27日、ドイツの ECM レコードから全世界発売されたゴダールとアンヌマリー・ミエビルの短編集 DVD に収録された。 ゴダールの神話の巻末、フィルモビデオグラフィには、後者のタイトルで紹介されている。ゴダールの長編と、ミエビルの短編の二本立てである、ゴダールのマリアの長編の現代が、ジュブーサリュ、マリエであり、その放題が、こんにちは、マリアであることから、それに習ったものと思われる。本作は、日本未公開作品であるが、DVD 輸入版が、 日本でも市販されており、日本語で言及されることも多く、その場合は、ホームページのタイトルが採用されている。seances.org の短い、紹介ページには、ドラえの名が併記されているが、イタリアの独立ジャーナリスト集団、レッテラ22のアッティリオスカルペリーニの署名記事には、ハビブの名のみしか書かれていない。ホームページ作成にあたり併記を採用した。 後者のページには本作で使用されている写真が掲載されている。2007年9月20日現在、ありがとうございます。